腹周りは割とスッキリしているにもかかわらず、ありのあるワイルドな感じがおしゃれさんな印象になるんじゃないでしょうか。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、ユニクロさんでいいものを見つけてしまいました。じゃ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 ん、ワイドチノパンツでございます。他の YouTuber さんもなかなかこれ紙パンツ、いや紙って紙のパンツじゃなくて神様のようなパンツということなんですけれども、本当にシルエットが綺麗でね、これがまた腰で履くいいパンツでございます。五十嵐薫のシルエットをお伝えするだけでは終わりません。ではどういう風に終わらないかと申しますと、用意しておりますタックワイドパンツ、ユニクロさんのねタックワイドパンツと、そして新たに GU でタックワイドパンツが出ているんです。そこもうまく素材は違えどワイドなところというところの履き比べをご覧いただこうと思います。はい、というわけでこのチャンネルを最後までご覧いただいて、楽しかった面白かったと思っていただけたらチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。はい、それではどのようなものなのかきちんと説明させていただきましょう。ワイドチノパンツ、カラーが32番のベージュ、 L サイズ、そして3990円、コンポジションが 66% 綿、 23% ポリエステル、 9% レーヨン、 2% ポリウレタンということなんですね。私がね、32番のベージュを購入しましたけれども、あとねナチュラル、もう少し薄い感じのナチュラル、ちょっとねオートミール色みたいな感じかな、プラスカーキ黒がありました。というわけでね、ちょっとこれはなかなか履いてみて綺麗でした。それからこちら、今年の初めから購入いたしましたタックワイドパンツ、 L サイズです。カラーが30番のナチュラル、3990円、そして、コンポジションですけれども 66% ポリエステル、 28% レーヨン、 6% ポリウレタンという感じで、まあなんとなくコンポジションの感じはね、綿が入ってないだけっていう感じで、そんなに、まあ、綿が入ってるかだいぶ変わるけれども、はい、あの入っている、コンポジションの内容はそんなに大きく変わらないかなっていう感じです。同じく GU の、はい、タックワイドパンツ、私は XL を購入しました。2990円です。色が08番のダークグレー、そしてコンポジションが 67% ポリエステル、そして 30% レーヨン、 3% ポリウレタンということで、こちらもねコンポジションがそんなに、まあ、使ってる内容は、素材の内容は変わらないんです。一緒なんですけど、パーセンテージが違って、コットンが一番多く、レーヨンが一番多い、そしてこちらはポリエステルが一番多いという、構成でございます。はい、それでは、行ってみよう。じゃん。はい、いかがでしょうか。割とね、ヒップは、L サイズがいいけれど、ウエストは L だと大きいのっていう方、私も含めなんですが、あります。そういう場合、もう今みたいにね、このように下げていただいて、お尻をきれいにこのラインに、残し、しかも本当にウエストではなくて腰脇っていうところで、ぜひ履いていただけると、よりかっこよさというか、パンツの良さというのが出ます。前にもお伝えしてるかもしれませんけれども、基本的にパンツは腰で履くっていうのが、基本なんですね。だから、まあ、ハイウエストのものとかっていうものも、もちろん中にはね、たくさんありますけれども、ハイウエストの場合であったとしても、なるべく、ハイウエストの部分はそのまま、なるべくちょっとね、少し下げ気味で履くっていうのが、基本ですので、なるべく下げるということを、行っていただきたいと思います。いかがでしょうか。なかなか綺麗なパンツですよね。もし、ウエストで履くと、はい、こんな感じでございます。大きいですね。大きいですけど、いいですし、かかとがね、このような感じで出てしまう、ツンツルテンな感じがしますので、はい、はい、こちらの方がかっこいいでしょう。大きめを購入されて、少し下げて履くっていう方が、まあ、身長にもね、関わると思うんですけれど、綺麗にかっこよく履けるんじゃないかなと思います。はい、お尻の感じもご覧ください。はい、いかがでしょうか。先日ちょっとコメントで、五十嵐さん、ユニクロ U のカラーストレートジーンズが
ちょっとピチピチじゃございません的な、なんでそんなに食い込んでる感じで履くんですかみたいなことをコメントでくださったんですけど、ごめんなさい、五十嵐、今史上最大に太っておりまして、自分の中でね、はい、なのでちょっとお許しください。お腹を少ししたら引っ込めますので、ちょっとの間ね、私自分の体重コントロール頑張りますので、はい、お待ちください。はい、別にピチッと履くのが素敵だっていうふうに言ってるわけでございません。このようにゆとりがあるような感じで履いていただいて、はい、綺麗なパンツは綺麗なパンツで、ストレートに、ね、履いていただいて、お尻の周りを綺麗に見せるっていうのはありますけれども、はい、このように、ね、ワイドパンツに関してはちょっと大きめに履いても体のラインも出ませんし、なかなか素敵に見えるんじゃないかなと思います。とにかくいいパンツでございます。すごく動きやすいのが、綿 100% じゃなくてポリエステルとポリウレタンもすごく入っているので、ちょっと下がっちゃったりとかした時もすごくなんか擦れる感じがなくて動きやすいです。ポリウレタンが入ることによってむにゅっと少し柔らかい感じになったりとかしますので、これはね、ほんと3シーズンいけますし、ワイドなので今の時期でも十分、冷たい風がね、この足回りにちゃんとまとってくれそうで、ピタッとくっつかない感じがしますので、優秀なパンツでございます。はい、じゃん、いかがでしょうか。 GU の、今の、ね、新作、割とバズり気味かな、こちらも、はい、の、タックワイドパンツでございます。 XL でございます。はい、いかがでしょうか。タックはね、アウトタック、はい、インタックは内側、アウトタックは外側を向いているタックなんですが、2本入ってます。一番の GU さんとユニクロさんのタックワイドパンツの違いは、後ろにゴムが入ってるんですね。若い世代の洋服の人の方が後ろにゴムが入ってるパターンがすごい増えてきたなっていう風に感じます。割とこのまま履いてる若い女子が多いと思いませんか。ただ GU さんはね、最近ね、年齢層かなり上がってきてます。動画で大人 GU というね、私も今までしてますけれども、サイズもやっぱり展開が広いから、大人 GU、 特にまたその大人といっても本当にご高齢の方、人生を重ねたいぶし銀な方々っていう方も、サイズ展開があるから GU に集まってきてるんじゃないかなんていうことをね、この間何かの記事で拝見しました。そんな感じでね、はい、後ろがゴムになっているので、私としてはなるべく軽くしたいと思いますので、はい、このようにちょっとウエストから T シャツをブラウジングしまして、後ろのゴムを隠して、これだったらね、いくら1990円で、これ本当にビジネス用にもいいです。で、今ね、ちょっと暑いかなって、フラノっぽく見えるから暑いかなと思いますけれども、もう全然そんなに、やっぱりワイドなので肌に当たらないというところがあるので、涼しく、今の時期でも履けそうです。でもちろんね、これね、ポリウレタンも少し入っていますから 3% 入ってます、入っているので、冬もね、冬で、逆にタイツみたいなものを履いたりとかして、十分もう3シーズン、夏以外だったら履けるのではないでしょうか。重ね着をしていただければいかがでしょう。なかなか綺麗ですよね。とにかくね、このあたりがすごくやっぱり渡りの感じがね、2つタックで、ユニクロさんの方はね、去年のと今年のと比べるとユニクロさんは1本になってます。途中までね、2本だったんですけれど、今は1本になってまして、 GU さんが2本のね、タックをこのような形で受け継いで、しかも後ろをゴムにして、より、幅広い年代に、マッチできるような感じで作り直したのかなというふうに感じました。とにかくね、オシャリスタとか、いろいろな GU の、いろんな方々がこのパンツをこんな風に着こなしてますなんていうのが、バズってたようです。じゃん、はい、いかがでしょうか。ユニクロさんのタックワイドパンツでございます。はい、1本のアウトタックでございます。やっぱりね、私ね、これ一番好き、いや、これ一番好きってこれの話なんですけど、これはこれ好きですよ。でも私の体型的にこれがすごくハマってるかなっていうか、ね、割とこのパンツはね、体型はあまり選ばないっていうこともね、前もお伝えしてますけれども、特にね、お尻がある程度張ってる人なんかはもう絶対的にこれ似合うんですね。でしかもね、落ち感がいいんですよ、この素材が。落ち感があるからこそ、下に下がっていることで、丈も含め、この腰回りも含め、すごくいい感じにハマっていると思います。で、こちらとの違いっていうのはね、タックがないんです、うちのパン。はい、
全くタックのない綺麗なスッとしているタイプです。ですのでね、タックがあるとこの辺りっていうのはもちろんカバーしてくれたりとか余裕があるんですけれども、さっきもお伝えしたように腰で履く、ウエストよりもちょっと下で履くことによって、きつさがない、そしてしかもね張り感がある素材だからこそ、体の線を見せないというところがあります。その代わり落ち感がないので少しだけ裾が、ちょっと上がっている感じに見えるというところなんですよね。そういう意味では、見た目に履いてカジュアルっぽくお召しいただくというところでは私これすごく好きですし、すごくこのお腹のあたりもすごく綺麗だったし、この渡りの感じもすごい素敵だったじゃないですか。とにかくちょっとここに私がもう一人並べていただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。はい、いかがですか。はい、こんな感じでね、目的別、それから体型別で考えると、基本的にワイドパンツはある程度ヒップがある人の方がお似合いになって、確かね、ほら、こちらにご紹介しますけれど、ワイドパンツ対テーパードパンツの違い、体型別で見てみて、みたいなことをご紹介した、はい、動画をぜひ、ちょっとね、ご覧いただいてない方はぜひご覧いただきたいし、またね、ご覧になった方がもう一度ご覧いただくっていうのもありなんですが、ヒップが張っている方、ある程度腰がある方っていうのはワイドパンツがめちゃくちゃお似合いになります。そしてね、腰がない方はテーパードパンツ、腰がない方とかこのももが張ってない方っていうのは割とテーパードパンツが綺麗に履けるようなタイプの方なんですね。ヒップがあるとここが張ってる人は悩まずに、綺麗なパンツを探していただければいいと思います。ですのでそういう方はなるべくワイドパンツ、身長があんまりないからワイドパンツは履けないわっていう方も気になさらず、ワイド地のパンツなんかをお召しいただいて、ね、こういうものをうまく履きこなしていただけると、ね、このあたりもすっきりして体のラインもとにかく拾わないので、ある程度高価な方でもきちんと体の線を拾わずお召しになれるかと思いますので、ぜひトライしていただくのもよろしいでしょう。こちらのね、GU さんのタックワイドパンツに関しては後ろがゴムっていうところがまずありますし、2つのタックがあるというところもしますので、あまり体型を選ばないっていうのがこのパンツでございます。2つ、タックがありますけれども、そんなにタックを取ってないです。割とすっきりして見える、そして、後ろのゴムがうまくコントロールしてくれる関係でお尻も、ね、ふわっと見えるっていうようなところがあるので、お尻もふわりして見えるからお尻がない方でもお召しいただけるのがこちらのジリューさんのワイドパンツでございます。そして、はい、こちらが、比較的ヒップがあって、身長もある程度あっても、ある程度なくても OK ですけれども、50センチ以下の方がもしかしたらこちらのものを履くとこの辺りがちょっとライドシーンとした感じになるかもしれませんので、うまく履き替えて履きこなしていただけたら嬉しく思います。はい、じゃあちょっと、ね、もう少しこちらのコーデをご覧いただきましょうか。はい、いかがでしょうか。やっぱりね、コットンが入っているものはコットンと合わせるのがやはりさすがに素敵ですよね。はい、もちろん白 T シャツなんかでもいいんですけれども、合わせているのはトリエンズさんの袖リボン付き、ワイドシルエットブラウスだったかな。これなかなかね、永遠のロングセラー、はい、でございます。なかなか後ろもちょっと長くなっていて、でもちろんね、私今少し抜いてますけれども、抜かない状態でできるのも素敵なんですが、ちょっとやっぱり、ボタンをね、少し開けていただいて、デコルテを出していただきつつ、はい、お召しいただくのがいいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。この雰囲気、なかなか大人のカジュアルっていうところですよね。はい、特にチノパンがその大人のカジュアル感で、しかもね、お腹周りは割とスッキリしているにもかかわらず、張りのあるワイドな感じが、おしゃれさんが一緒になるんじゃないでしょうか。おしゃれさんっていうのもちょっとあれですけれど、はい、しかもね、前にもお話ししました、ちょっとこれをね、短めのトップスを持ってくることによって、お腹との対比ができます。ここに空気ができることによって、お腹周りも気にならなくなります。ちょっと私、ほら先ほどもお伝えしたように、今最大マックスな体重、お腹周りだったりしますので、そのあたりもすごくまさに自分のために言ってるような気分で過ごしております。はい、いかがでしょうか。まあ、あとはね、他にはボーダーももちろんいいですし、これ今のね時期であれば、さっきも T シャツって言いましたけれども、タンク
道具みたいなものもあり、ただしこういうねコットンもナチュラルなものなので、あまりそのちょっと最近のねシアなタイプのものだったりとか化繊のタイプのものっていうものは、少しだけ相性がねそんなに良くないかなっていうところがあるので、なるべくナチュラルなもの、先ほど私が着ていた T シャツであればちょっと、朝のT シャツですよね、朝だったりとか、それからコットンだったりとかっていうところをうまく合わせられるとよろしいかと、はい、センターであれば少し、コットンシルクみたいなものもまた、より大人の余裕ゴージャス感が出るような感じになっていきますので、トライしてみてください。はい、はい、いかがでしたでしょうか。ワイドパンツ主流になってきていますけれども、その中でもね、綺麗に見えるワイドパンツっていうのは私たちの強み方だと思います。ぜひ参考にしていただけたら嬉しく思います。そして私の今日のコーデなんですけれども、はい、子供屋さんとユニクロさんのコラボのサラッパンの T シャツでございます。そして、こちらも何度もご覧いただいてますけれども、リトルスリーの、コットンのねシアーパンツでございます。それからね、私これよくつけているのご覧いただいていると思いますけれども、はい、こちらのネックレスは松屋銀座さんのねオリジナルのエイネイというところのものでございます。これなかなかね使えますので、またキンキン首元のアクセについてお話をさせていただきたいと思います。はい、というわけで試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。